左側の画面がトレインチャンネル左側の画面がトレインチャンネルトレインチャンネルは東日本旅客鉄道の首都圏線区において通勤系電車内に設置した液晶ディスプレイを用いた電子広告である。動画を主体とした隠しコンテンツを提供し他の釣り広告などと同様に JR 東日本グループの広告代理店である JR 東日本企画が媒体者となっている。 三菱電機が開発したトレインビジョンシステムを採用しており、同様に LCD を用いて停車駅や乗り換え案内、運行情報などを表示する車内案内表示装置と組み合わせて設置される。また、JR 東日本以外の鉄道事業者でも類似の車内デジタルサイネージを展開している例も増加している。 2002年から山手線に導入された E231K500 番台に初めて搭載された。同車両に搭載されているビスにより、表示内容を制御しており、各客用ドアのカモイ部分に、画面サイズ15インチアスペクト比4、3の LCD が2画面ずつ設置されている。向かって、左側の画面がトレインチャンネル用であり、コマーシャル動画、天気予報によるもので、 トレインチャンネル用のジャウィキャラクターとして、ジェイワ君がいる。トレインチャンネルニュースとして、共同通信ニュースと NHK ピカップニュース、または TBS ニュースバードが放映される。インフォーマーシャルと天気予報は各線で異なるものを使用している。音声は流れないため、本来テレビコマーシャル向けに制作された CM の一部は制作側で編集され、画面下に 字幕や吹き出しを表示しているものがある。また、トレインチャンネルのために制作された、任天堂の雑学クイズ、大人の60秒講座ないしは、60秒チャレンジ、ルイージを救え、がある。その他、山手線や、期間限定の京葉線で運行されている、広告貸切列車である、AD トレインでは、このトレインチャンネルも一社貸切広告として、放送されている。 事例としては2006年4月に運行された日本テレビのデジタル G トレインや箱根駅伝が挙げられる。右側の画面は広告等以外の列車運行に係る情報を表示する車内案内表示装置であり、運行情報についてはデジタル列車無線を通じて最新のデータが地上側から随時連想され、新着や更新があった際にはチャイム音が鳴る。 JR 東日本以外の各社で、社内 LCD によるデジタルサイネージを導入している。例、ありがとうございます。